ファンの皆様、こんにちは、こんばんは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。で、アンジュのお前ら。ったくもう今日も暇してんのか？で、プライベートもよ、ストレス溜めて、誰かに文句を言わなきゃ、いられない人生、つまらない人生、送ってると思うけど、俺の動画を見て、勇気とね、元気をもらって、ちゃんとな、まっとうな人間になるんだぞ。よっしゃ。よろしく。レイです。で今回ね、まあ、ノーマルのね、婚活パーティー行ってきまして、じゃあどういう状況だったのかっていうのと、ハプニングのね、話をね、していきたいと思います。こうやってね、プロフィールカード、ちゃんとね、行ってきましたよ。ちゃんと証拠がありますんで、で、第一印象いいねカードを3枚という形でもらいまして、あとはね、メモ書きと説明書だね。説明書がありますんで、ちゃんとね、嘘ではなく、参加してますよというところで、見えるかな？こんなね、形で、横並びの席で、外側に女性がいて、中は男がぐるぐると、時計回りで回っていくっていうかね、番号通りにね、行く、進んでいくと。いう形になって、男が4,900円、女の人が0円ということでね、ふざけた値段設定、気違いの値段設定になってます。で、7人、男7人、女の人が6人ということで、女の人のが無料にもかかわらず1名少ないって、どういうことみたいなね、これ。もうちょっと集めろよっていうね、無料なんだから10人ぐらい集めて、あとは男の方を少なくするとか、そういうね、有利なことをね、計らわないところ来ないよと、本当にね、次ね、ちゃんとしないと。まあだからね、一応なんかね、この、結婚相談所みたいなのが主催してるとこなんで、それで信用があるから、男性の方もね、来たみたいだよね。こうやって俺も騙されて行ったけれども、まあでもね、カップリングになったからね、まあいいかなっていうところで、カップリングのなったね、カードみたいのね、あったよねって、ちょっと待って、あれ？あ、そうだよね。これと、あ、違う。俺って、あ、いいのか。これで3だよね。だから、余ったカードに、メールアドレス書いてもらいましたんで、スマホ持ってない女性だったんで、そういう形で、で、これからね、メールしたいと思いますんで、まあ別にこの人とどうこうっていうのはありえないんで、で、ほら、割引券もね、よこされて。で、あ、そうそう、本題で、これカップリングね、成立。ほら、書いてあるだろ？カップリング成立、ね。で、ここに俺の番号とか書いてある。ね、これを成立しないともらえねえから、これ証拠だからな。で、で、なんだっけ。そう、ハプニングね。ハプニングの話なんだけど、なんだっけな、ちょっとね、意外と話しやすい女性で、なんで独身なのみたいな話聞かれて、その方はね、既婚者なのかな、40多分ね、同じぐらいの年だと思うんだよね、後半で。でももうね、もう孫がね、生まれたとか言ってたらね、まあまあ選ばないけど、その方からいいねはもらってたけどね。そんで、まあなんでかって聞かれたから、別に一応ね、ちゃんと付き合ってた人がいて、結婚ね、婚約の方までね、進んでいて、それがなくなったという話をしたら、急に泣き出された。普通にボロボロな、涙ちょっとね、泣かれてしまいまして、まあ普通そこまでね、話すつもりはなかったんですが、どうしてだっていうのをね、ちょっとね、追求されたので、まあまあ、ちょっとそういうことがあって、って、さらりとだよ。さらりと話したんだよ。重々しく話してねえからな。まあちょっとそういう婚約破棄みたいなのもあって、まあ落ち込んでてね、ずっと婚活してなかったんで、最近になって、婚活をね、するようになりましたという話をしたら、もう辛かったんだよね、みたいな、辛かったでしょ、みたいな、話をして大丈夫かいみたいなことも言われながら、まあね、もう孫までいるから多分母親の気持ちみたいなところがあって、非常に感情移入をね、しやすい方ということで、だから本来であれば、子供とかもいなくて、フリーな条件であれば、まあ、その方を選んだらね、非常に愛されるんじゃねえかなというところもありましたけども、まあ、正直ちょっと外見的に好みではないというところもあり、あとはね、ちょっと孫がいるんでね、
それはもう無理よというところで、おばあちゃんをさすがに嫁にもらうわけにはいかないんで、まあまあ、ね、人生人それぞれですけれども、そういう中でちょっとね、同情していただいて、まあ涙ボロボロやって、ずっと席離れて、あの中間終了みたいになったんでよかったです。次の方が座ってたら、なんだ前の男がなんか泣かしたんかみたいな話になって、えらいことになりますんで、なんかね、ぐず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 ずっとやってましたんで、ちょっとで、ね、気になりましてね、本当に優しい方なんだなというふうにね、ね、なんでもない条件の中であれば、この方を選べば、必ず男の人が幸せになるのかなと。ただね、でもそれでもバツイチだから、もしかしたらちょっと、強烈な方で、ね、その男性がね、前の旦那が手を焼いて、別れてしまったのかなって、子供2人いますんで、それを捨ててまで離婚するというのはよっぽどのことがね、あると思いますんで、まあ人のね、台所事情は知らないけれども、まあ人の人生っていろいろあるんだなっていう、だから結婚したからといって、それが幸せ、正解ってわけではなく、こうやって別れてまた婚活の場に戻ってくる方もいるんで、ね、別れてしまえば、まあ、結果論ですけども、1回目は幸せになれなかった、だから2回目に幸せになるというね。だそれこそだから本当に次こそは幸せを掴んでほしいですよね、2回目3回目の方っていうのは。だからこそもっと真剣に向き合ってほしいなっていうところがありますね。で、その方は本気でしたけども、他の方がね、あまりね、罰の方はね、もう気楽なんですよ。やっぱり、結婚相手というよりも、恋活、恋人が欲しい、彼氏が欲しいっていうね、方がいましたね。それ、思うのは自由なんだけども、あくまでも婚活なんでね、婚活の場なんで、だったらそれだったらアプリかなんかやって、適当にね、男引っ掛けて、遊んでればいいんですよ。だから本気の人の前にちょっと出てこられるのは、俺の個人的な感想としてはちょっとねえなっていうところで、まあちょっと話がね、逸れちゃったけれども、まあそんなね、ハプニングがね、あり、お話をして、その婚活のね、話のね、この3分3分2回とかね、そこで涙されたのは初めてですね、びっくりですね、非常にね、まあでもね、すごい優しい方でしたよね。そうやってなかなか人のために見ず知らずのね、しかもね、見ず知らずの人だよ。人に対して涙を流してくれるっていうのを、なかなかないですし、まあ同じ市内のね、人だったんで、住んでるとこはね。余計感情移入をね、してしまったのかなっていうところですね。あっちいな、ちょっとエアコン入れるか。うん。で、まあだから別にもう俺は暗く生きてませんよって、前向きに日々生きてて、こうやって婚活の場に今ね、そんなに回数は行ってないけれど、ね、ぼちぼち参加してますよということは言っておきました。でもう一人のね、方もね、非常にね、綺麗な方だったんですけども、こうお子さんがね、2人、中学生と高校生、の子供がいるんで、ちょっと厳しいなって、それでどちらかというと恋活を希望みたいな形になってましたんで、まあそれはないかなというところで、その方は選ばずというところで、一応30代、唯一の30代の女性に、は第3希望に書いておきましたけど、他の方とねカップリングになってましたんで、まあ良かったんじゃないのというところでしたね。まあ、今回はね、なんだろう、ひどいなんかね、いやひでえなこれは女性はみたいなのはいなかったですね。で、男の方も当たり障りない形で、そんなイケメンみたいな人はいませんでした。皆さん小綺麗に来て、ラフな格好、もっと俺よりもラフな格好で皆さん来てましたんで、だからもうカジュアル婚活パーティーみたいなね、だから時代とともに今変わってきてるのかなと。昔はね、スーツだなんだとかね、カチカチとした格好で、行くのが婚活というところだったんですが、今はもう本当にラフな格好でね、婚活パーティーに参加するっていうのはもうこれ埼玉の常識みたいなね、当たり前みたいな状況になってますんで、だからそんなにね、小綺麗な格好だけして、かしこまらず、別に、まあ冬はね、ジャケット着た方がいいとは思うんだけども、夏とか今のね、まだ暑い時期、秋なんかはジャケットも着ないでシャツ1枚とか、下手したら T シャツ1枚でも十分です。そんなような、もうね、婚活パーティーっていうのはね、もうハードル低い。そういうね、かしこまった場ではないというね、のが分かりましたんで、だから皆さんね、今ね、パーティー参加される方、これから参加される方、もっとラフにね、お友達作りの延長みたいな形で、ね、行った方がいいと思います。
だから俺もちょっとライトな感じでね、行きましたんで、そうしたら見事、いいね、3つ、そしてカップリング成立という形になりました。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。